本日のね、徳島新聞にて、阿南市、で、車横転、18歳3人の方が、まあ、亡くなったっていう悲しい記事載っておりました。ゴールデンウィーク突入された方多いかと思うんですけども、安全運転で、連休過ごしましょう。まあ、18歳、まあ、免許取り立てでしょうね。ちょっと浮かれてたのかな。いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のパンムキンです。本日もドッカンバトルをやっていくんですけども、まあ、私もちょっと気をつけて、運転しなきゃね。どんな事故起こるかわかりませんからね。まあまあ、楽しく連休過ごしましょうというところで、まあ、校長先生みたいな話は、さておいて。で、今日ね、マシンブーゼン、お借りして、まあ、使っていきますわ。使っていこう。サントスの方、ありがとう。まあ、強いっすよね。まあ、非常に強いです。ガードはするし、回復はするし、まあ、そんな感じで、KO ダメージも耐えれるし、ということで、今ね、魔人ブーヘッド、魔人の力編成で、究極のレッドゾーンね、バビディ軍団のステージ、VS バビディ軍団でよかったから、もう名前忘れたんだけど、で、これ、極限が約束されてます。魔人ブースラッシュ、魔人ブーアクね。まあ、これ、フェスゲンのこれね。これがもう極限、Z 覚醒、まあ、いつかわかんないんだけども、来るときは非常に楽しみでございます。で、リーダーはね、まあこれ、サプライズ極限来た、魔人ブー、ゴテンクス、急所をリーダーにして、なんでゴテンクス急所したんだ、魔人ブー。で、ミスターブー。で、アサルトレインブーで、年末純粋ブーで、ございます。はい。で、なんだ、なんか EX ミッションも来てたな、このステージ。まあ、ようわからんんだけど。まあ、これ久しぶりに見ようか。年末ね。これがアタックディフェンス伸びるんだよね。ワンチャンこれの極限も来ませんかっていう話。これちょっと待って。あ、一旦切るんか。じゃあ一旦切ろうか。で、アイテムは2個残ってるんですけども。で、アイテムなし。で、6ターンスピードクリアっていう EX ミッションあったんですけど、あ、ごめんね、アクティブ中にごめんね。まあ、それはそれで、なんだろう、9周年編成で行ったらいいと思うし。9周年編成で行ったらいいんじゃないかな、なんて思ってます。はい。で、全クッキーに、変わりまして、23。これ、全クッキーに変わって、なんか、キラマ変換系したら変わるのかな？人参かのサポートアイテムの容量と一緒ですね。まあいいや。違うんかな？ちゃうかったらごめんな。まあ何でもいいわ、行こう。よろしく。で、次のターンでウィス使ったらいいんじゃないかな？ 520 万。これは強いのか？これは強いのかね。で、一旦キルもする、ガードもする、KO ダメージに耐えれる、復活 KO も持ってる。果たして KO ダメージは要素いるのかな？復活 KO があるのに。じゃあ、復活 KO してから KO ダメージに耐えるのかな？確か。だったっけ？まあ、とにかく、よりどり緑ですわ。なんかパッシブス、お中元みたいになってるけど、パッシブスキルが。は？お歳暮か？いや、どっちでも一緒か。まあ、そんな感じで。これ、純粋ブーが攻撃すればするほどアタックとディフェンスが伸びていくっていうやつですけど、まあ、あんま温まってないような気がする。あんま温まってないな。お！これも久しぶりやん。これも久しぶりに見ようぜ。チョコにしてやる。これでダメージ与えれたんやねん。相手が魔人ブーだとダメージ与えれるみたいな、ないか。お久しぶりやな、これ。お、いい並びじゃん、これ。そのアルハン、どこにおってんやん。もうそれ言い出しゃきんないよ。アルハン、どこにおってん。これ面白いですよね、この辺、なんか。アルハン、どこにおったんみたいな。は？まあまあこれでいこうで、まあいつかを、まあ別にその EX ミッションやってるわけではないし、まあリンクもガチガチっすね。
よろしゅうす。じゃあよろしくどうぞ。なんか魔人の力結構難しいって聞いたんで、まあ、ちょっと動画にしたんですけども、まあ、参考になるかどうかわかんないんだけども、まあ、参考に、なったらぜひね、あの高評価お願いします。最近高評価が薄いんだわ。もういい動画出してると思うんだけど、自分で自分を褒めていく、誰も褒めてくれないから、もう何のコメントが嬉しいって言いましょうか。参考になりました、悩んでたんで、ありが動画ありがとうございますが一番嬉しいわよ。もう参考になりました、チャンネル登録しましたが一番嬉しいほんまに嬉しい。うん、あのショートボブのぽっちゃりの女の子に好きって言われるぐらい嬉しいごめんな、例えが大人でいつもすいません例えが大人だから、こっから劇的変化するじゃないですか、パッシブスキルで。めっちゃ楽しみなんだけど、これいつなんだ、5月6日ぐらいかな。うん、非常に楽しみ。なんでゴテンクスを吸収したんな、魔人ブーアク、いけやれ。アルハンかピッコロを吸収していただきたいですね。これ選べたらええのにね、どれにしますかみたいなドラクエの、はい、いいみたいな感じでだからドッカンモードでもそれ来てほしいんよ。ドッカンモードが発動します、打ちます、ドッカンモードを、使いますか、はい、いいえ。もう今後ね、 10周年ぐらいに実装してくれたらいいかなというところで、今日はね、あ、そう、バビディ一味、うん、 VS バビディ一味の魔人の力ミッション、うん、で、新キャラフェスゲン魔人ブー全をお借りして、まあ、やってみたという動画でございましたけども、クリアタイムごめん気にせんといて、朝なんか、うん、やろうと思ったけど、朝やろうと思ってなんか仕事始まりのチャイムが鳴ったからそのまま放置してたってやつやから、うん、ぜひぜひ、まあ、参考にしてみてくださいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。